さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介しようまで終わりません。続きましてはトイストーリーよりロッツォです。ロッツォは確かトイストーリー3に出てくるキャラなんですかね。うん、ロッツォ、確かそうだった気がするんだよね。トイストーリーもね、2までしか見てないから3、4見てないんだよね。なんかちょろちょろっとこうなんか金曜ロードショー的なやつで出てたのを見たことがあるんだけど、なんだったっけ、ロッツォって確か根はいいやつだけど悪いキャラなんだったっけ。確かそんなキャラだった気がするけどな。家の外からふーってなってる。誰か悪いことして捕まったのかな。あちちちち、ほいほい、トイストーリーか。トイストーリーもやっぱりね、まあ見たことがないっていうあれだからね、もうワンがもうね、なんか強烈だったよね。ワンを見てからこう家にポケモン指人形とかね、レゴとかがねいっぱいあったんだけど、こういつ動き出すのかなと思ってね、ドキドキしながらね、こう待ってたら勝手に遊んでくれるようになるのかななんて子供、幼心に思ってたからね。あの時だってまだ5、6歳とかだったかな、トイストーリー1とかが放映かなされてたこと頃っていうのは、やっぱその時当時子供だった皆さんからしたら結構そんなおもちゃって本当に動くのかなって思ってた時期ってあったんじゃないですかね。さてもう間もなく終わりますね。いや楽しかった。ロッツすごいね。貯める積む数は非常に多いけど、まあサイズも大きいからなんだろうけど、30個近く消すっていうのはすごいね。はい、ということでロッツォでございました。また